駒場谷公園は東京都目黒区駒場にある目黒区立の公園である。当地も含め一帯は明治期には駒場農学校があったところで駒場谷公園付近は東京教育大学農学部が長らくあったところで盛んに農業教育が行われていたところであった。1978年に東京教育大学は閉学され筑波大学に機能を譲り筑波市に移転した。 跡地の一角が公園として整備され1986年に目黒区立駒ヶ谷公園として開園し現在に至っている。当地にあった駒ヶ農学校は札幌農学校とともに日本における近代農学の発展を担った重要な学校であり、駒ヶ谷公園の一角には近代木における日本での肥料や土壌研究に関して大いに功績を残した親とい外国人、 オスカル・ケルネルが、駒場農学校で教弁を取っていた時に使用していた、実習用の田んぼが現在でも維持、保存されており、ケルネル田んぼとして知られている。他に、公園の一角に、駒場や自然観察者という展示室があり、動植物に関する資料に触れることができる。他に園内には、樹木などが豊富にあり、身近に自然に触れられる、公園として整備されている。 夏場は子供たちがザリガニ釣りをしている。ケルネル田んぼの様子面積28,584平方メートル。ありがとうございます。